そう、みんな変わりたいじゃないですか、成長したいじゃないですか。で、ね、成長しに来たわけですよね。僕、成長ってことに関して、うわ、こういうことかって思った、まあ、そんな出会いがあったんですけど、出会いっていうかね、僕のすんげえ尊敬してる、ある経営者の方がいて、経営者なんだけど、建築系なんです。で、この人は、元の職業は、これです。ガチのこれです。で、そんじょそこらのやつじゃなくて、皆さんもよくご存知の某広域系のやつのもうガチの子会社みたいなところのいわゆるほぼトップみたいにいた人なんですね。若頭ってやつですよ。ナンバー2みたいなやつですよね。そうそう、某広域系の直系子会社のそのナンバー2みたいな人、本物ですよ。だから両方とも恋みないみたいな。で、もちろん見た目も超怖いし。でもね、今はすごくいい経営者であり、講演家でもある。みたいな。要は少年院とかで、刑務所とかでも講演をするような、そんな素晴らしい方なんですね。で、もともとは、もう何それこそ、もう、しゃぶ中すぎて、何回ももう刑務所出たり入ったりしてるし、で、幼い頃のことを聞くとね、やっぱり両親から、すごい DV を受けたりとか、そういうこともあったんだと。で、なんか、いざ出所したはいいけど、またしゃぶ中になっちゃって、またなんかもう自殺願望で毎日死のうと思って、またしゃぶに手出しているうちに捕まって、で、もう一回刑務所戻ってみたいなことをずっと繰り返してて、これじゃダメだと思って、そして、まあ一人の、それこそ人生の死にも出会い、そこから人生が変わっていった。そんなね、素晴らしい方なんですけど、その方とね、要はお話をある時してたら、飯食いながら、言い出すわけですよ。ヒロさん、俺ね、実はね、こうやって偉そうに会社の経営者とかやって、講演とかしまくってるけど、俺、今でも、シャブやめてないんですよ。それまずいじゃん、つって。全然あかんやん、それ、と思って。何衝撃のカミングアウトしてくれてんの、つって。やめてないんですよ。ね、打ってるってわけじゃないよ。どういうこと？打ってないよ。全然打ってない。もう10年以上打ったり吸ったりしてない。でもやめてないって言うんですよ。どういうことですかって言ったら、今でも毎日1日1回ぐらいは、ああしゃべりてえなとか思っちゃう時があるんですって。ちょっと仕事終わって疲れた後とか、ああ今打ったらな楽になるんだろうなとか、今打ったら気持ちいいんだろうなみたいな。要は、この中でタバコとか吸ってた人、吸ってる人とかいます？吸ってました。ああ、いいですね。僕も昔バンバン吸ってたんですけど、要はね、ちょっとなんか食べた後とか、仕事終わりの一服とか、やめた後とかも、あ、今吸ったら美味しいだろうな、タバコちょっとホッとするだろうな、みたいな瞬間が僕でもあったりしたんですよね。もうやめて随分経ちますけど、10年以上経つけど。だからその方も、ちょっとタバコとしゃべじゃだいぶ重みが違うけど、やっぱりね、ああしゃぶったら今すげえ気持ちいいんだろうな、美味しいんだろうなみたいな感覚がすることがある。だから俺は今でもしゃぶはやめてない、やめ続けてるだけなんだ、言われたんですね。毎日今日もやらない、なんなら毎時間やらない。やめたばっかの頃はその誘惑と毎時間戦ったんだって。例えば今で言うと、とにかく11時までやらない、その後もまた12時までやらない、1時までやらない、2時までやらない、朝までやらない、朝起きてもよし午前中絶対やらない、そうやってやめ続けてきた。今もそうやってちらっと1日1回ぐらい思う時あるけど、やめ続けてるんです言われた時に、あ、でもね、人って成長するためにやっぱ変わらなきゃとか思うじゃないですか。で、それこそ皆さんでも、なんか、ベーシック入って変わったのかな、私とか、アドバンス入ったけど、変わって、本当に変われたのかな、私って、思うときあるかもしれないですけど、人間って、変わるんじゃなくて、変わり続けることしかできないんだろうなって、本当にその先輩から、の姿からちょっとね、思ったんですよね。その変わり続けた姿、1年変わり続け、3年変わり続け、5年変わり続けていったその姿を周りの人が見た時に、ああ、あの人変わったねって
思うかもしれない。ひょっとしたら自分には言うほどの実感ないかもしれないですよね。1日1ミリぐらいしか変わってないから、1ミリずつ変わり続け変わり続け変わり続け、ふと振り返ったら、あれこんな場所にいたみたいなね。でも人間って大きなことを成し得た人とか本当に成長した人ってこれを続けてる人なんだろうなってすごい思ったんですね。僕あのさっきもね携帯で見たら今日2月の9日、うん、2月の8日って、あのね、ずいぶん15、6年前に福岡でライブやってた日でした。へー、皆さんにね絶対お見せしないですけど、あのうちのバンドのいわゆるその何オフィシャルホームページが今でも残ってるわけですよ。でそこにこうバーっていろいろ当時の日程表とかがあって、あれ俺この日福岡におったんやみたいな、十何年前とかな、16年ぐらい前かな、あそんな前じゃないか、ごめん、16年前ぐらいにいたらしくて、すごいっすよね。当時の僕はあの常にエナメルのパンツを履き、こんな厚底のブーツを履き、派手なノースリーブとかになんか派手ななんか服着て、だ常にでかいサングラスかけて常に加えたばこっていう状態で、多分きっとね、あの博多のあたりをこう、あの中洲のあたりをこう歩いてたと思うんですけど、当時の僕はね、もうこれいいのかな、あの超キレキャラだったんですよ。もうキレキャラ、カンニング竹山さんなんか目じゃねえっつぐらいの本当のキレキャラ。もうね、朝起きた瞬間からキレてるんだよ、要はね、朝起きるじゃないですか、すると何かが僕の中ですごく気に食わなくて、で当時あの大きいハイエースとかでね、もう全部こう機材も布団も乗っけて、あのお金ないから中のハイエースの中で寝泊まりしながら全国こう回っていくんですね。博多が終わったら大分行って、ね、熊本行って鹿児島行って、またここから広島戻ってきたみたいな感じで、ツアーをずっとハイエースの中で寝泊まりしながらやるんですけど、起きた瞬間から不機嫌なんですよ。で起きてきて、ほんでハイエースガー開けてタバコつけてクワーやりながら、もうハイエースの音はブワーッて閉めてとかやりながら、するともううちのメンバーとかスタッフとかはまた切れてるやつなんなんて、なん朝起きた瞬間から切れてるってどうよみたいな、俺らが何したって言うんだよみたいな、けどもうなんか怖いしめんどくせえしもう聞けねえしみたいな感じで、もうなんかみんなシーンとしてるみたいな感じで、一人でもずっと舌打ちながらいながらやってるタイプだったんですよ。要は何が気に食わなかったかっていうと、あのボーカリストなんで喉一応大事なんですよ。なんだけど要はね、あの暑い時も寒い時も喉枯れるからエアコンとか回すなっつってハイエースの中で言ってんだけど、メンバーが暑いっつってエアコンとかかけちゃって、で冷房の冷気でマスクして寝るんだけど、朝起きると冷房なんでかかってんだよ崖になっつったのにで切れてたりとか、あるいは自分のせいなのにマスクがずれてて喉からでマスクずれてんだよお前のせいじゃねえかって話なんだけど、そんなんでずっと不機嫌になってるみたいな、本当に怒ってばっか思ったんですよね。本当に怒ってばっか思って、で14年になりますけど、いよいよ14年前にあのいよいよメジャーデビューしたと思ったら父が入院して、泣く泣く名古屋に全て夢を捨てて帰りましたと。帰ったらまで、ね、いよいよ今年で14年になるんですけど、もう超キレキャラじゃないですか。めちゃくちゃキレキャラなんですよ。ただミュージシャンっていうのはステージの上でね、怒りも悲しみも喜びも全部表現するっていうのがかっこいいとか言われちゃう世界なんですよ。わかります？言ってしまえばクレイジーな世界にいたので、そこから辞めて名古屋に帰った時に、俺このままじゃ絶対生きていけねえわと思って、ダメだ俺このままじゃ絶対世の中に馴染めないぞと思って、もうとにかくいろんなことがこうすぐ気に食わなくなるっていう感じだったんですよね。もう火の玉みたいな状態で帰ってきてるから超キレキラですよね。もういつもこうやってこう目がキラキラギラギラしてて、だからね、当時のことを知ってるあの武藤さんっていうね、僕の好きなあのパン屋さんやってる先輩がいて、14年前に僕が名古屋に帰ったばっかの頃から僕のこと知ってるんですけど、今そんな話します、津田君当時むっちゃ怖かったね、怖かったですか、ほんま怖かったで、
なんか一言でも俺が何かを言い間違えたらすぐ胸ぐらつかまれるんじゃないかとか、そう思いながら僕喋ってたわ。マジですかって、そんぐらい友達なんですね、やっぱり。そうで、当時の僕もうね、辞めてすぐ勤めたのは名古屋の地元の老人ホームだったんです。この前まで舞台でこうやってた人間がね、金髪ロン毛をもうスキンヘッドにして、ほいであの老人ホームに勤め始めたわけですけど、まさにねこれだったんですよ、僕当時。当時の僕の朝の目標、朝起きるじゃないですか。よし、俺今日今からまず、仕事10時からだから11時まで絶対怒らない、絶対俺怒らない、何があっても怒らない、要はね、別に老人ホームで暴れてたわけじゃないんだけど、すぐ何かが気に食わなくなるんですよ、先輩がちょっと偉そうに指示をする、偉そうにみたいな感じだったりとか、もうそんな状態だった。別におじいちゃんおばあちゃんにはすげえ優しかったんだけど、とにかく同僚とかに対してあいつ使えねえなとか、そういうことをすぐ頭の中で思うタイプだったんで、とにかく何があっても怒らないことが僕のその日一日の目標だったんです。で当時ね、原付で言ってたんだけど、よし今日は何があっても怒らないぞと思って、原付で5分ぐらいなんだけど、ブーって行きながら、でこう 路地裏からこう行くんだけど、路地入ろうと思ったらでっかいトラックが出てきて、トラックのせいで路地入れないと、トラックのうんちゃんがなんかこう狭そうでなかなかこう左折ができないみたいになってるって、あーもう邪魔だお前この野郎って3分前に怒んない、誓ったばっかなの、意志弱っと思って、そんなんだったんです僕14年前は。本当にまだ26歳の時ですか、27ぐらいの時ですけど、まさにねこの積み重ねだったんです。今日も怒らない、怒らないをやり続ける。あ、1時間怒らなかった、あ、2時間怒らなかった、3時間怒らなかった、俺今日1日結構怒ってないかも、俺ここ3日ぐらい俺怒ってないかも、俺今週ほとんど怒ってねえっていう感じで自分を変え続けることをね、本当に14年前始めたんです、でもね、あの時のキレキャラの僕はちょっとどうかと思うんですけど、ただ成長とか本当に変わるんだっていうことを考えた時に、あの14年前の僕がやってたことって、あ、すごく大事なことやったやなと、今でもねそれはすごく意識してます。起こらないことじゃなくて、今はこの1時間最高の自分でいられるかどうか、今日午前中最高の自分で生きられるかどうか、ランチ後も例えば3時まで最高の自分でいられるかどうか、今日1日どれだけ最高の自分を生きるかっていうことを今もやり続けてます、ね、だって一人一人の中にいろんな自分がいるじゃないですか、例えばねベリーハッピーみたいなできる男の中にも逃げたいベリーハッピーもいるかもしれないし、サボりてえなっていうベリーハッピーもいるかもしれないし、あ、もうちょっとごまかしたろうかなみたいなベリーハッピーっていないこともないかもしれないじゃん、僕の中でもいっぱいいるわけですよ、もう逃げ披露、サボり披露、そう、もう依存披露、甘えん坊披露、エロ披露、これなかなか治んないんだけどいっぱいいるよ、タトちゃんすいませんでしたいっぱいいるんだけど、その中でも最高の自分を生き続ける、最高の自分を選び続けるってことですよね、それはきっと誰にでもできるんですよね。そう、アドバイスとか入るとやっぱり周りのレベルが高かったりするとね、俺全然あの人に比べたらできへんやんとか、俺全然あの人に比べて成長速度が遅い気がするとか、なんであの人はいつもあんなにキラキラしてるんだろう、俺全然あかんやんって、カモさんはいつもすごいなとか思っちゃう瞬間もあるかもしれないんですけど、これだったらできますもんね。今から1時間自分のこと好きでいいよ、今から1時間絶対笑顔で生きよう、それを24時間できるだけ長い時間積み重ね続ける、するときっと5月のアドバンスが終わる頃にみんなあれ変われたかもっていう自分になれるかもしれないですよね、